有吉さんからおしゃべり草野郎というあだ名をつけられていましたが、本当におしゃべり草野郎だったんですかっていう。おしゃべり草野郎でしょうね。今も。あ、そこはもう変わってないと。俺ね、うん、やっぱ当時は受け入れられなくて、はいはいはい、今それ言われたら即おいしいと思うんですけど、当時はやっぱ僕いじられ慣れてなかったんですよね。ちょっと嫌だったんですよね。おしゃべりが違うんですか、それともクソ野郎が違うんですか、どっちが違うんですか。いや、有吉さんに言われたことより、みんながそれでおしゃべりクソ野郎っていろんなとこ行ってそれでいじるんですけど、それがなんかちょっと嫌だったんですよね、うん、ああ、じゃあその当時の考えだったらプペさんに近かったんですね。プペですね。それがなんかちょっと嫌で、でも今はむしろおしゃべりクソ野郎って自分でも言うぐらいなんで全然あれなんですけど、当時はだってね、うん、映画で和訳でブラッド・ピットがすっごい汚いやつのことを、俺はおしゃべりクソ野郎は嫌いなんだって言って、へー、ブラッド・ピットが言ってて、おしゃべりクソ野郎があんな流行ったもんだから、もう和訳に使われて、そんな有名なキーワードになってたんですね。俺もブラッド・ピット大好きだったから、俺はおしゃべりクソ野郎は嫌いなんだっつって銃で撃たれて死んでんすよ、そいつ。まさかのブラッド・ピットに自分名指しで言われてるみたいな。まだ受け入れられなかった、若いし。それはショックですね。たまたま好きな映画見てて自分のこと言われたら。今は全然本当に嬉しいですけどね。それはやっぱ戸田夏子さんですか、字幕書いたのは。戸田夏子さんだったかな、なんていう映画だったかな、結構有名な映画ですよ。まあ、でもブラッド・ピット映画だったら割と有名な映画ですよね。